第2組、早川健太。僕のお父さん、お父さんの乗っている船は遠い外国へ行きます。とても大きな船です。家に帰ってくるのは2ヶ月に1回か3ヶ月に1回です。早く日本に帰りたいといつでも言います。お父さんはお酒が好きです。僕とビールが飲みたいと手紙に書いてきます。健太、元気かい？今お父さんはインドのボンベイにいます。残念ながら日本に帰るのは1週間遅れそうだ。だからお土産を先に送ります。お母さんに心配しないように健太から言っておくれ。赤ちゃんが生まれたら健太もお兄さんだ。お母さんのことはよろしく頼んだよ。それからガラスのようなかけらはクウェートでお父さんが友達になった健太と同じ年の少年からもらったものだ。クウェートでは安産のお守りにするという。お母さんにあげなさい。元気な赤ちゃんが生まれるように。お父さん、ありがとう。あなたは必ず信じなさい。それ信じなさい。それ信じなさい。おお、ヤプールは死んでもマザロン人は生きていた。ヤプールの復讐とは何か。地上には今赤い雨が降っている。果たしてどんな恐ろしいことの前触れなのだろうか。ただいま。おかえんさい。ひどい雨。うわすごい。どうしたの？お母さん、服が赤いよ。あら、ほんと赤い雨のせいね。いやだわ、これも公害かしらね。お母さん。なに？お父さんから手紙が来たよ。なんだって？帰るのが1週間遅れるんだって。そう、残念ね。どうしたのかしら。心配ないってさ。だからね、お土産を先に送ってくれたの。ほら見てよ。あら、よかったわね。どこのかしら。アフリカのだって。ほんと？ケンちゃん、ご飯にしましょう。お腹すいたでしょう。そうだ、お母さんにはこれ。元気な赤ちゃんが生まれるようにだってさ。ほんと？どうもありがとう。なにこれ。わからない。でも綺麗でしょ。そうね、キラキラ光って。あ、頂戴の上に置いといてちょうだい。うん。さあ、ご飯にしましょう。みんな覚えているかな？ヤプールの体が粉々に砕けて宇宙に散ったこと。キラキラ光っているものはなんだかヤプールの破片に似ているね。何か起こりそうだ。いや、きっと何かが起こるぞ。大将、これは何かの前触れじゃないでしょうか。まあ、大したことないんじゃないかな。雨の量も少ないし。しかし、量の問題じゃないと思います。今の段階じゃ何とも言えないな。自然界にはまだ解明されないことはたくさんあるんだ。今朝の情報によると、赤い雨は世界各地に降ったようですね。カジ君、昨日の赤い雨の分析は？いやそれがまだわからないんですよ。隊長、富士山麓を中心として大きな地殻変動が起きています。よし、詳しい報告を求めてくれ。はい。何かが起こりそうだ。鳥獣の出現か。いや、ヤプールは死んだはずだ。北斗隊員。ルーシストも超重視なす。怨念となって必ずよ終戦。ケンちゃん、ご飯よ。はい。おかずは何？オムレツ？ゾウの唐揚げよ。そうよ。それにクジラの目指し。ゾウの唐揚げにクジラの目指し。そう、ケンタはもうすぐお兄さんだから大きくなってほしいの。なんだ、鳥と目指しか。違うわよ、ゾウとクジラよ。これを食べて大きく大きく大きくなーれ。大きくなって地球をぶっ飛ばせ。地球を？そうよ。すげえ、母さん。頑張らなくちゃ。頑張らなくちゃ。
頑張らなくちゃ。おやややや、いない。どこ行ったのかな。お母さん、どこに隠れてるの。お母さん、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 どこ行っちゃったの。お母さん、お母さん、どこ行っちゃったの。お母さん。ケンちゃん、ケンちゃん、起きなさい。お母さん。あ、どうしたの。夜お母さんいなくなっちゃったじゃないか。そんなことないわ、ちゃんとそばへ寝てたわよ。ケンちゃん夢を見てたのよ。嘘だい、一生懸命探したんだぞ。何言ってんの、寝ぼけてお母さんの布団の中に入ってきたのよ。さあ起きなさい、学校よ。さあさあ。ねえお母さん、今夜お母さんの隣に寝ていい？いいわよ。だけど何甘えてんの、もうすぐお兄さんになるのよ。さ、朝のご飯はダチョウの目玉焼き、それを食べて大きくなってください。大きく大きく。大きくなれ。ケンちゃんは甘えん坊ね。えへへ。お母さん。さ、寝ましょう。甘ったらケン坊。お母さんね、子守歌歌ってあげるからね。さあ、こっちへいらっしゃ。ねんねん、ほろりよ、ほころりよ。健太は今夢を見ている。君たちも見たことはないか。どっか知らないところを一人ぼっちで歩いてる。そう、とっても心細い夢だ。未来を作るものなり、汝は
母なり、今何時に力を与え、力ある子を産むのだ。公園付近の住民から何も言ってきませんね。それに昨夜のレーダーには何の異常も認められませんでした。ボス、本当に見たのか。嘘じゃないよ、本当だよ。夢でも見たんじゃないのかな。どうします、隊長。とにかく健太君が見たという公園を山中今野吉村徹底的に調査してみてくれ。はい。北斗南は健太君の家へ行ってお母さんの様子を見てこい。はい。三河はデータを蓄積しろ。はい。隊長、赤い雨が降ってからの地球の核運動が激しくなってきています。これも何か勘違いがあるんではないでしょうか。よし、分かった。とにかく地球全体に異常な運動が起こっていることは確か。全員細心の注意を払って慎重に行動してくれ。はい。そして北斗はその夜健太と一緒に寝ることになった。どうしたの？いない。健太君、公園に急ぐんだ。うん。何してるんだ、早く。こちら北斗、健太君のお母さんがいなくなりました。おそらく公園へ向かっていると思います。現場へ急行してください。行こう。Yeah!
僕の母さんなんだ。ほら行け、やっつけろ。ほら行け、ほら行け、ほら行け。鳥獣は巨像だ。巨像？そうだ、いくら撃っても手応えがない。すると実体はどこかにいて操っている。龍だ。隊長、至急本部へ帰ってください。至急本部へ帰ってください。異常事態です。富士山が突如噴火しました。健太君のお母さんが言ったな。熱くて赤い。そうだ。そうよ。優子！健太！ウルトラ！
ここにヤプールがかけた最後の望みも消えたのである。地球は以前の姿に戻り、地上の平和はよみがえった。早く大きくなってお父さんのようになるんだな。うん、大きく大きく大きくなれ。大きくなって鳥獣をやっつけるんだね、お母さん。The Ultras and the Absolutians. We must prevent this war from escalating. They continue to grow in strength, but any potential threat must be eliminated. There's no time to waste. All that stands in the kingdom's way shall fall before my blade. The kingdom. They're our greatest threat yet. Can we beat them? But I know them. My friends will never give up hope. Let's go, everyone! Game on! In the name of galactic peace, we'll do everything to stop you! The survival of our race is on the line. We cannot back down. I'm going to enjoy myself. There is no light or darkness! I will stop you! A miracle fusion! Ultra-amazing! I shall still strike him down. Let's survive this and achieve victory. Execute you here myself! I am Grandmaster of the Cosmo Beast style. Ultraman Regulus! Ultra Galaxy Fight! The Destined Crossroad. Who dares? Hey, don't forget about us. おや？この中の何名かはチャンネル登録がまだのようだな。登録をしてもらえれば最新情報をお届けするぞ。さあ、ここをタップだ。頼んだぞ。